じゃあ行きますよ。これやってほしいのがこれ、いい？見て。はい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 。お、うまい。うん、もう一回。1、2、3、4、5、6、はい、10回。5、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、逆足、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、じゃあ今度それを、いい？1、2、にゃん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 です。はい、風磨。にゃん、にゃん。いいよ、当てる当てる当てる。にゃんって言わないからダメなんだよ。言ってみ、できっから。にゃん、にゃん、にゃん。にゃんってなんで言わないの？ワンがいい？せーの。待ってるよ、にゃんっていうの。3、4、5、6、7、8、9。9回までいった。OK、OK、OK。はい。で、今度左足。1、2、3、4、小指ね。5、6、7、8、9、10。はい。1、2。いいよ、合ってるよ。3、4、5、6、7、8、9、10。OK。はい、じゃあさっきのさ、1、2、にゃんやってみ。はい。1、2、うん、違うよ。ここで、1、2、にゃん。はい。そうでした。はい、逆は。2、うん、違うよ、今。違うよ。1、2、にゃんだよ。足上に置いた、ここから触りたい、こうやって。そうそう、逆は。そう。で、これできると、いくよ。ちょっと見てほしいんだけど。ね。じゃあ、どっちからにしようかな。右側からにしようか。1、2、にゃん。1、2、にゃんで、ほら。1、2、にゃんで動ける。やってごらん。大きく。1、うん、ここで。1、2、にゃん。はい。1、2、にゃん。そうでした。ここで相手が来ても、はい、せーの、俺こうやっているじゃん、せーの、1、2、そっちか、外がいいな、アウトがいいな、いいよ、1、2、にゃん、そう、インサイドで行くと相手の前一回通んないといけないでしょ、ね、ここでもう一回戻ってきちゃうから、ここでやってごらん、1、2、にゃん、ほら、もうかわせるでしょ、これで、あった？そのプーマキャット大事よ。よかった、猫さんがいて。ね、ここでボールもらった後に、1、2、にゃんで出る。ほい。1、あ、早く、1、はい、早く、1、あ、いいよ、早くやってごらん。1、2、にゃん、せーの、1、2、にゃん、そう、はい。はい、何でもやって、はい、せーの、1、2、にゃん、違った、今、はい。せーの、1、2、あ、違うよ、最後に乗っけた足で出るんだよ。はい、もう一回。1、2、にゃん。はい、そうそう。はい、それ繰り返す。はい。1、2、にゃん。はい、いいよ。はい、ゴー。1、2、にゃん。早い。逆足は、はい。せーの。1、あ、違うよ。どっち？どっちからやった？逆足は？逆、左から。左、右、にゃん。せーの。左、右、にゃん。あー、グー。はい。せーの。右、左、にゃん。あ、違うな。はい、もっと、はい、ゴー。せーの。そう。逆は、いいよ。そう、はい。はい、行こう。どんどん行こう。はい。そう、いいよ。あー、この辺か。あー、いいよ、もう一回、はい。あー、いいね。でもにゃんじゃないじゃん、またそれ中に入っちゃったか、インサイドで、はい、ああ、そっか、この辺か、もう一回、いいよ、
うん、違うよ。最後に触った方の足のアウトだよ。そう、いいよ。逆はもう一回。うん、違うよ。そうそうそう、もう一回。もう一回。そう、逆は。そうだ。あー、わかった。ちょっと一回休もう。いいや。ちょっとかかと体重やっぱ気になりますね。かかと体重が大丈夫？うんとね、ごめん、ジョギングして、ちょっと走ってきて、そっち どこ行っちゃうのよ。こっち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 、おー、はい、帰ってきて。おー、ダッシュ。もう一回。うーん、じゃあ縄跳び得意？得意。じゃあここで飛んだよ、縄跳び。せーの。あ、上手だね。じゃあ縄跳びでこれでライン描くから、お、いくよ。はい、じゃんけん、じゃんけんね、じゃんけんチョキ。あ、ごめん、足で。じゃんけんパー。あ、負けた俺。じゃんけんグー。せーの、チョキ。せーの、チョキ。負けた。せーの、チョキ。うん、はい、チョキを連続出して。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。チョキのまま回って。あー、いいですね。はい、逆回り。チョキ回り。あー、いいね、いいね、いいね。あー、いいね。大丈夫か。はい、そしたらこれで、今度、1個やってみる。あ、それ、手に持つのか首につけるのか、はっきりして、どっち置いてくる。これで後ろに下がる。あ、今リフティングってどうなってる？ちょっとリフティングやってみてほしいな。おお、もう一回。ああ、ああ、分かった。ちょっと待って、今度いいよ、来て、また足俺に、はい、ちょうだい。足上げるじゃん。これを下げてくれる？また元に戻す。せーの、元に戻す。ああ、うん、そのまま普通に足つく。あ、もう一回。あ、いいよ。元に戻す。あ、ここ。足上げるじゃん。上げたらそーっとついて。親指で。せーの。うん、で、ここで大事なのは、じゃあ、ここにライン描きます。つま先こうやって揃えます。ライン描こうか。ラインな。ここにいい？足ついてスッて元に戻す。あ、で、この時に足もちょっと広げます。で、ここでスッと。うん。で、この時にいい？この状態から足まっすぐただ前に。うん。で、ここで10回つく。はい。3、4、5、6、7、8、90。ちょっとこれね、もう一回ちょうだい。この状態で、うん、足ちょっともう、おお、危ない。もう一回、ごめんごめんごめん。もっとこっち来て。もっとこっち来て。ここでしょ。あ、足上げるじゃん。そしたらこれをスッてここにつきたい。で、こっち側に体重かかると大変だから、ね、そんなに体重かけないで、ここにスッて置くだけ。はい、もう一回。
足をスッと下ろす。下ろすときに、いい？下ろすときに、スッと丁寧に下ろす。ゆっくり、ああ、そう、そこすごい大事。ゆっくり下ろして。はい。そう、いいよ、もう一回。10回。うん、早いよね。下ろすのが早いのだめ。ゆっくり。そう、下ろすのが上手だとサッカー上手になるから。下ろすの大事なのよ。そう。ねえ、お母さんやお父さんがケーキ買ってきてくれたってテーブル置くよ、ガチャーンって嬉しい？丁寧に置くんでしょ？丁寧に置くってすごい実は難しいんだよ。はい、どうぞ。大丈夫？割れないそれ。ガシャーンじゃないケーキ。スッと。スッと。ああ。これさ。じゃあボール座っていいよ。こっちおいで。ボール座っていいよ。この状態で、あるじゃん。これの上に立てて、いや風邪邪魔だな。うまい。あ、ダメだね。立つのかな。まあいいや、こうやってそーっとやるよね。そーっとやるよね。そーっとやるよね。これと一緒で、はい、足もそーっと下ろしてほしいの、こうやって。そうそう、もっとそーっと、最後まで、最後まで。そうそう、で、その時にちゃんとつま先からつく。ね、そう、つま先からかかとつかないよ。ここで横から見た時に、この形だ、かかと浮いた状態。ああ、そうそう。で、かかとここで、つかないで。もう一回行きたい。うん。いや、早い、ほら。そーっとやって。うん。うん。あ、じゃあ、これで行こうか。こっちおいで。これの穴に、ね、こう立って、どう立つ？いいよ、普通に立つ。足広げて、うん、足広げて、はい、ここ、うん、違う、ここに立たないといけない。動いちゃダメ。そうそう、はい、あ、いいね、うん、かかとじゃないよ、うん、そう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 、やってみて。できたじゃん。できた。そこじゃないよね。どこだって、この辺だったよ。そう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 。 OK OK OK。 ちょっと一回これでいいよ。一回外そう。お水よいしょ。この辺少しマスターすると多分俊敏性がもっと出る。まだドダドダって感じで動いてるから、あの機動力をつけたい。はい。かかとはついてでもうっすら浮くイメージですよね。前体重までいかないんですよね。これがちょうど背骨はまっすぐで、あ、こっちおいで。ここで抱っこされてちょっと浮いた状態。うん。でこれで。かかとはちょっと、足もちょっと広げて、うん、足広げすぎ、足広げすぎ、足広げすぎ、まっすぐまっすぐまっすぐね。これぐらいの感じですよね、イメージ的には。だファイティングポーズに近いから、まあこんな感じになりますけど、だからまあ簡単に言うと四角形描くじゃん。四角形描くよ。基本の立ち方な。ここでまあ真ん中こうやって、ちょっと俺もどうだったらいいかな。こうやって四角形描くんだけど、ね。
まあこれカラーコーンだとしたら、カラーコーンはちゃんとほら四角形でこうやってまっすぐ立ってるんだけど、三角形ね、ここ四角でしょ。ちゃんとこういう形、対角線って言って、そう、これで親指の上に体重乗せるんだ、かかとじゃないんだよこれ。親指同士広げすぎ、もうちょっと後ろ左足、そう、この体勢かね、また背逆、そう、この形で、この形が取れてると行くよね。左足の前の親指に力入れると後ろ裂かれます。違う、もう一回やって。左足の前、こっち側の左足の親指に力入れると裂かれない。そうだよね、裂かれたよね。不思議だね。次ね、この形で後ろの親指に、ね、力入れると前出ない。なんでそっち行くんだよ。もう一回行くよ。絶対バグってるよそれ。はい、これ後ろの親指力入れると前出ない。そうだよね、人間ってそうやって動いてるはずなんですよ。これで左足、はい、グッ、そうですよね。今度左足後ろでもね、これで後ろの親指に力入れるとグッと前出ない。そうですよね。お、うまいい。この形がまずは基本ですよと。だから指でこうやって常に動いてる。これかかとはダメ。犬猫ってかかとついてないよ。プーマいるじゃん。プーマのかかとってどこ？指で。かかと浮いてるよね。ついてないね、地面にね。これかかとよ、これかかと。これ。あった？こういう感じなのよ、プーマ。ね。こうやっていきたいのよ。そう、あ、いいよ、やって、歩いて、歩いて、素晴らしい、いいよ、いいよ、うん、それはきついからね、ちょっとでいいよって言ってるの。俺優しいね。はい、いいよ、はい、はい、じゃあ足出して、絶対転ばないでね。はい、歩く。そうするとほらかかと浮くじゃん、ちょっと。はい、逆、そうそう、かかと浮くのよ。はい、もう一回。はい、逆。なあなあなあ、はい。はい、だからこれで、はい、歩くときも、はい、前。そう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 。はい、もう一回。はい、動く。はい、これで、だからボール触るときも、ボール触るときも、これも、ね、かかと浮かした状態で触るんだ。はい、どうぞ。おお、早い早い。早い早い早い。いいよ、下がる。あ、いいじゃん。ね。これで1、2、にゃー、1、2、にゃー出たら嬉しいな。1、2、にゃー、惜しいな、もう一回。1、2、にゃー、できたじゃん。ほら、ちょっと軽やかになるよね。もう一回、せーの。来たじゃん、ほら、にゃー来たよ。いやー、いいよ、ほら。だいぶテンション上がってきた。はい、もう一回。1、2、にゃー、ちょっと違うけど、うまいわ。はい、どうぞ。1、2、違う。はい。いいよ。1、2、にゃー。お、危ない。いいよ。1、2、にゃー、逆だ。1、2、違うでしょ。最後に触った足だよ。そこ。ゲームやりたいから早くそこ完成させて。はい。1、2、にゃー。終わった？で、これで、最後、はい、ごめん、トラップだけ。はい、インサイドアウトでしょ、インサイドアウトでしょ。ほら、スシローだよ、スシロー、寄ってくるやつ、スシローで、うん、それほら寄ってきてないじゃん、こっちに、ここ、ほら寄ってくるよ。もう一回、もう一回、もう一回、ケンケンで動く、ケンケンで動くんでしょ。そう、ここで、そう、その辺。あ、これをゲームでやりたいな。俺ディフェンスやるから出してあげて。はい、行こう。はい、スタート。はい。ああ、そうだ。で、点まで取ろう。そう。ね。で、これでさ、ね。動かせるでしょうよ。やってみ。はい。動かせません？ボール動かす。そう。おお、いいじゃん。おお。はい、どうぞ。触らす。はい。
触らす。そう、そう。ああ、いいじゃん。おお、おお。ああ、ごめん、サービス。サービスですね、今ね。余計なお世話？余計なお世話だった今。そんなことしなくても入ったね。入ったかな。どうぞ、はい。かかとつかないよ。そう。おお、いいよ、はい。続ける、何でもやる。ああ。そう。いいよ、うまいうまいうまい。っていうか動き速くなってるじゃん。なんでそんな強く蹴んだよ俺のゴールに。なんか恨みある？恨みあんの？やっぱり積年の恨み。そう。うまっ。スタート。いや、いいよ。できてる。そう。OK! ああ、だいぶいいんじゃないの？じゃあ、今から本気で行く？うん。リンド、ゴール持ってきて。はい。密集でしょ。はい、入って。はい、スタート。リンド、リンド、やらすんだって、そっちに。甘いよね。ずらさないといけないんだよ。はい、どうぞ。パスが悪い。はい、そう。おお、できた。そうだ、はい。そう。おお、いいじゃん。おい。おお。おお。こういうことですよね。この辺ね。俺本気で取るわ。蹴飛ばしたらごめんな。ダーン。ごめん、ボリュームがでかいかもしれない。そう。ずらさないと。甘いのよね。力じゃ俺は消えない。そう。あー、惜しいな。おお、そうだ。よし、でもだいぶいいな。はい、じゃあリンド、お前こっち、お前一人。あ、俺抜ける。あ、やってごらん。はい、スタート。出たよ。はい、出さないよ。はい、密集をうまく。あ、でもアウトサイド使えてやっぱ幅広がるね。オーケー、よっしゃ、終わろうかな。ありがとうございました。終わります。